元凶は将軍に迎えを頼まれたって言ってたよね。どこにいるんだろう。いたいた、みんなこっちだよ。待って、僕の剣突破、助け、炎王、遠いところよく来てくれた。まったく先囚人には理屈が通じないのか。この人は強く出ればすぐに折れるけど、下手に出ると強気になるタイプだったはず。お前たちが安全規則を持ち出したからには法律の話をしよう。同盟と機密保持契約を結べば他の人に覗かれる心配はない。カンパニーの規則に従い双方が、そうは言ってもお前たちがそれ知的財産権の機密保持を結ぶかどうかはともかくとして、スコート、具体的な金額は出せる？天白氏はもちろん弁償し、天白氏の財力を疑っているわけじゃない。それとこの輸送艦に積まれた貨物、現地のルールに従おう。この貨物が泉州の港、確かに泉州立不当の艦だ。はあ、どういう意味だ。私、簡単に言えば貨物検査を癌として拒否した場合、没収。お前たち泉州人は、スコートさん、仮にピアポイントに入港する貨物、それはそうだな。私の前任者が、準備はいいか。準備はできたけ、それは行こう。誰だろうと、美月さん、近づきすぎないで。さっ、気を配って動きがあったらすぐに隠れるんだ。
く追いかけよう。じゃあ早速始めるわね。請求列車は死でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らないはずがない。ラフの他にもこの宇宙には性格に侵食された世界、性格はレールを塞ぎ跳躍のリスクを高めること、性格の問題については聞いたことがあるわ。報告書では一階の端子長に過ぎ、その質問は私たちが答えるべきものじゃない。そうね、それが常人の反応よ。報告書では彼女は私たちは普賢と一緒に行動してたから、ラフの重心である普賢の証言はもちろん信用に。すまないな、これから試写。わかった。文書は用意してあります。文字部の判官にもお二人。檻が見当たりませんが、転倒するために必要な図は私も。二人とも道は開きました。
遊牧の底に多度お願いします。始末せよ。ここを守って。承知しました。なるべく早く遊牧の底に到達するには特定の道具が必要になる。下の階層に血が途切れてる。誰かが機関を動かしたのかも。大丈夫、つなげるのは難しくないから。優秀国の道は歩きにくいからたまに楽をしたい名作が構造士から借りた機構を使って移動してるの。犯人の逃亡の助けにならないよう。本来なら共感兵がなんかの装置の使用も禁止されてるんだけど、今は禁令を気にしてる場合じゃない。もう丹国臨場が通路を開いてる。間に合うといいんだけど。お姉ちゃん、無事でいて。修復する。カンア、これ以上もたついていたらホリジンが監獄から出てしまう。分かってる。もし途中で先に逃げたっていう妖精の使者を見つけられたら、風霊の脱出を阻止することが最優先かも。囚人がここを離れる前に門を封鎖しないと。ブベンと防衛機構だけじゃ長くは足止めできない。私についてきて。で門に着く。
様に命を捧げるんだ。監獄内の囚人は妙な真似はしてて。早いし、どこかへ行く。